シー・ウルフ級原子力潜水艦はアメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦。あらゆる分野で仮想的であるソ連海軍の原子力潜水艦を凌駕する超高性能艦として設計されたが、冷戦集結による必要性の低下や高額な建造費などによって当初29隻だった建造数は大幅に縮小され、結局同型艦2隻、巡同型艦1隻の 計算席で建造は終了した。1970年代末以降、アメリカ海軍はソ連海軍原子力潜水艦の性能に超速の進歩があることを認めざるを得なくなると同時に危機感を深めつつあった。この危機感には二つの側面があった。一つの側面は静粛性の向上である。とりわけ、アクラ型の登場は当局者にとって 大きな衝撃であった。というのも、アクラ型は、在来のいかなるソ連海軍の潜水艦よりも、静粛であり、初期建造型では、ロサンゼルス級初期建造型と、ほとんど同等の、また、後期建造型ではやはり、ロサンゼルス級後期建造型と、ほとんど同等の水中雑音レベルに達していたからで、ある。このため、低速力で、構想中のアクラ級を、 ソススモーは探知することができず、また、ロサンゼルス級は、アメリカ東海岸を紹介中のアクラ型の追跡に失敗するという失態さえ起きた。もう一つの側面は、ソ連海軍の潜水艦発射弾道ミサイルの性能向上である。2 0 0 0トルから3 0 0 0トルほどの射程を、持つに留まるためにアメリカ及び NATO の政海権に進出しなければ、 有効な攻撃を成し得なかった旧世代のミサイルに代わり、デルタ型と共に登場したミサイルは、十分な長射程を備え、安全な海域に留まったままでも西側諸国に攻撃を加えることができるようになった。シーウルフ級は、こうしたソ連海軍潜水艦の脅威度の上昇を踏まえ、ロサンゼルス級を代替するべく、1980年代末以降に開発が進められた。 アメリカ海軍最後の冷戦型攻撃源泉となった本級は、静粛性、氷塊行動力、弾量を重視し、正域内への積極的構成すら可能な、あらゆる面で、ソ連源泉を凌駕する、超高性能感とするべく設計された。ロサンゼルス級と比較してみると、減少した運用深度を取り戻すべく、高張力校へ 1Y-110 を採用し、 氷価行動力も当初から盛り込まれた点で対象をなすが、一方で、水上艦用原子炉から発展した S6W 型を搭載する点は引き継がれている。また、イギリス海軍での運用実績に学んで、ポンプジェットプロパルサーを正式としては初めて装備し、キャビテーションを起こさずに20キロトンで構想可能になった。魚雷発射管室内のタマコの容量も根本的に見直され、 冷戦後期から米原戦が悩まされてきた搭載兵器量の問題はついに解決された。アメリカ海軍は年3.3隻のペースで合計29隻を建造する計画であったが、冷戦の終結とともに必要性は失われた。また、建造途上の技術的問題により建造が遅延し、予算が上昇したことも本級に対する目を厳しいものとした。結果、 21億ドルもの建造費を要し、あまりに高価で、過剰性能であると判断されたこと、また、冷戦後における、潜水艦に対する要求事項の変化があった、ことなどから、建造計画は大きく縮小され、一度は二隻のみに、とどめられることが決定された。後に三番艦、ジミー・カーターの調達が、造船所の潜水艦建造能力を維持する、方策として、 特別に認められた。なお、性能だけを見た場合は、非常に優秀なため、以降は能力を、本級の75%を最低目標とし、その引き換えにコストを下げた攻撃型潜水艦を、建造するという影響も与えている。全艦ジェネラルダイナミクスエレクトリックボートで、建造された。モダンウォーシップモダンウォーシップでは、シーウルフ級の一番艦、 シーウルフが実装されている。また、一度に発射できるのは二発となっている。ミサイルは一度に一発しか発射できない。ありがとうございます。